はい、今回はね、成功の秘訣、成功の奥義をお伝えしましょう。非常に簡単です。まだやれると思った人だけがまだやれます。もうダメだと思った人はそこで G エンドです。で、私はね、自己アフィリエイトを3年で300万、年間100万を目標に稼いできたんですけども、今さすがにね、費用対効果が悪いので、もしかしたらね、吉田さん言われるようにできるのかもしれませんけども、私はその選択をしないなっていうところですね。例えばね、やっぱり今日までの、売り上げ、昨日、今日と2日間なんですけども、200万ぐらいになってるんですよ。私の場合。もう着金もいくつかあるんですけども、そう考えたら、3年で300万稼ぐよりも、コンテンツ販売をやっぱり1ヶ月ぐらいやった方が、これはいいなというふうなね、この相対速度が変わってきましたね。自己アフィリエイトだけをみっちりやってた頃って、私自己アフィリエイト以外のスキルがなかったんで、それが一番稼ぐの早かった、速稼力があったんですけども、現在は自己アフィリエイトを一生懸命ね、あれこれ探してやるよりも、コンテンツ販売の方が、早いんで、そっちを選ぶかなってことですよね。でもやっぱり吉田さんが言われるように、自己アフィリエイトしかないというふうなことになると、私もね、多分年間100万ぐらいは、狙っていくと思いますよね。年間100万自己アフィリエイトで稼いでも、これで暮らしていけないですからね。場合によっては年間300万、500万を自己アフィリエイトで稼ぐ方法を構築してるかもしれません。はい、まだいけると思った人だけがまだいける。あなたはどうでしょうか。いってらっしゃい。